KTM-1 は、ロシア連邦の鉄道車両メーカーである、ウスチカタフスキー車両製造工場が製造していた、路面電車車両。付随車の KTP-1 と共に、第二次世界大戦後初の同社の新造車両として1947年から1961年まで製造された。ウスチカタフスキー車両製造工場は、現、 ロシア連邦のウスチーコールカタフに本社を置く鉄道車両メーカーである。1900年代初頭から路面電車製造事業に参入した同社は、1930年代以降、ソビエト連邦の標準型車両である、KH 型、M 型電車の製造を実施していた。この形式は、ムイティ式械製造工場によって1920年代に開発された車両で、 同社が地下鉄向け車両の製造に重点を置くことになったため生産を受け継いだものだったが、第二次世界大戦の影響で生産は中断した。その後、終戦を経て、ウスチカタフスキー車両製造工場は路面電車車両の生産を再開したが、その際に、KH 型や M 型から車体設計や機器を刷新した車両を開発することが決定した。これが、 KTM-1 及び KTP-1 である。形式名の K は同社の正式名称にもあるソ連の革命家であるセルゲイ・キーロフにちなんで付けられた。利用客が少ない中小都市での使用を前提としたため、2本の車軸のみを持つ二軸車として設計され、必要に応じて適宜増結が可能な仕様となっていた。運転台や手電動機 終電装置が搭載された電動車の KTM-1 と、それらの設備、機器を持たない付随車の KTP-1 が製造されたが、双方ともループ線が終端に設置された路線での運用を前提としていたため、乗降扉は右側2箇所にのみ存在し、KTM-1 の運転台も片側に設置されていた。またコスト削減のため、両形式は、 全金属製車体を含め構造の大部分が統一されていた。中小都市での使用を考慮したことで、電気機器は簡素な構造となっており、運転台からの速度制御には、主電動機に流れる電流を直接制御機で操作する直接制御方式が採用された。制度装置は、通常時に空気ブレーキや手ブレーキ、非常時に電気ブレーキが用いられたほか、台車には、 ディスクブレーキが搭載されていた。まず1947年に試作車として、KTM-1、KTP-1 の2両編成が2本製造され、モスクワ市電で試運転を実施した。1948年からは営業運転にも使用されたが、1950年にチェリアビンスク市電へと転属した。 この車両から得た実績をもとに量産が開始されたのは1948年のことで増備される中で座席配置や後方の窓配置に変化が生じたほか1951年生以降の車両は側面にコルゲート加工が施された。製造は後継車両となる KTM-2KTP-2 に移行する1961年まで製造が行われた。 一両編成から最大四両編成まで各都市の需要に応じた編成で使用されていたが先頭車両から編成内の車両の制動装置を一括で操作可能な総括制御には対応しておらず後方に連結された車両は連結機でつながっているだけであったそのため現ウクライナのオデッサ市電では利用客の増加への対応から車両間の制御回路や 空気ブレーキ用ホースを繋いだ三両固定編成が組まれ、1971年から1975年まで使用された。また、ロストフなどの支電に導入された車両は、同支電の機関線 435mm に対応した台車が用いられた。1970年代以降は、後継車の KTM-2、KTP-2 と共により、 大型活大容量のボギー車への置き換えが進み、最後まで営業運転に使用されていたザポリージャ市電からは1986年をもって引退した。ただしそれ以降も一部の都市では、KTM-1、KTP-1 を改造した事業用車両が残存した。KTM-1、KTP-1 廃車された、KTM-1 や、KTP-1 の一部は、 旧ソ連各地の都市で保存されているが、その中で以下の車両については、胴体保存運転が行われている。1956年に製造され、トゥーラで1976年まで営業運転に使用された、KTM-1、KTP-1 の2両、編成1本は、その後も1988年まで、観光輸送などの臨時列車用に残存していたが、以降は、 ソビエト連邦の崩壊の影響もあり放置され、老朽化が進行していた。1999年に、モスクワ輸送博物館は、モスクワ市電開通100周年に合わせた、胴体保存用としてこの車両を購入したが、この時点では実現せず、以降は、路面電車修理工場で長期間にわたり留置され、車体の腐食が、さらに進行する結果となった。その後、 路面電車修理工場内に存在した保存車両の所有権がモスクワ市電を運営するモスゴルトランスへ移管されたことを機に二千十七年から k t m 一 k t p 一を含んだこれらの車両の動体復元工事が開始されたその際モスクワ市電を走行した試作車をもとにした車体修繕が実施されておりコルゲート加工の撤去など原型からいくつかの変更が 加えられた。2018年4月21日に実施された、市電開通119周年記念パレードで、復元後発の胴体保存運転が行われ、以降は、他の旧型電車とともに、イベント用に使用されている。現、ウクライナのオデッサの路面電車である、オデッサ市電に導入された、KTM-1 のうち、1952年に、 製造された一両については1970年の営業運転終了後は事業用に転用され、翌1971年には他社の運転台が後方に溶接されたことで両運転台車両となった。その後は車庫の牽引車として使われたが、2013年に実施された映画撮影に合わせて旅客輸送が可能な用途層や内装等の復元工事が実施された。 以降は、オデッサ市電のイベント用車両として在籍し、クリスマスシーズンをはじめ電飾が施されることもある。ありがとうございます。